皆さんこんにちは、村田です。お久しぶりでございます。初登場ですかね、そぼろって言います。7ヶ月です。よろしくお願いします。今日はお知らせの動画になります。最近ちょっとご無沙汰してるんですけれども、私ですね、今回というか今年も11月の1日から17日までちょっと落ち着いて個展を開催します。で、U ベースではなく、前回やったモノグラフィーさんでもなくですね、神奈川の大倉山という駅にあるすごくおしゃれなカフェ、エルベさんというところでやります。今回何枚出すかわからないんですけれども、かなり多くの数出せるのかな、まだ取れてない部分もやっぱたくさんあるんですけど、来ていただいた方々に楽しんでもらえるような個展にできればいいかなと思ってますので、何卒よろしくお願いします。週末は在庫できるように頑張って調整つけようかなと思ってます。はい。で、フィルムとデジタルも、まあ、フィルムメインでデジタルも何枚か、ちょっと今までしたことないようなプリントも試しながら、いい空間にできたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。で、そんなフィルムカメラ、今週末ですね、ライカのフィルムカメラで撮ったフィルムライカ展がここで行われます。総勢16名の方に参加いただいているので、こちらもすごく面白い展示になると思うので、ぜひお越しいただければと思います。またちょっとね、いろんな動画、今日は余裕ができて撮れたらどんどん出していこうと思いますので、ぜひ皆さんこれからもこのチャンネルよろしくお願いします。末永くお付き合いください。最後にですね、今回の個展のティザームービーをですね、作ったので、そちらをご覧ください。で、作ってもらってくれたのは、いつも映像の仕事でご一緒するナッツさんですね。本当に感謝しかありません。素敵な映像、そして僕の思いを踏襲してくれて本当に感謝しております。皆さんぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。